ジャパンエキスポは JTS グループの主催により2000年からフランスパリやマルセイユ、アメリカサンマテオなどにて開催している日本文化の総合博覧会である。漫画、アニメ、ゲーム、音楽などの大衆文化や書道、武道、茶道、折り紙などの伝統文化を含む日本の文化をテーマとしている。同人誌ブースやコスプレイベントもあるものの実際は 企業中心の展示で、フランスの各漫画出版社、DVD やグッズ販売会社、大手漫画喫茶、ゲームメーカー、ビジュアル系などの日本の音楽 CD の輸入会社などが出展しており、漫画家のサイン会なども催されている。他に、日本文化紹介コーナーとして、囲碁将棋や模擬縁日、日本の伝統スポーツや武道、書道などの体験コーナーもある。 同人ブースには、現地のフランス人グループのほか、日本から持ち込めで参加している人たちなども見られる。開催規模は、2013年の出展者数は、世界16の国から713社、会期中のゲストは200名、ライブハウスでは18本のライブが行われ、ファッションショーは10回実施されるなど、大規模に開催されている。 日本国政府も連携しており、外務省は2009年にジャパンエキスポを世界最大規模の日本ポップカルチャーイベントであるとして、経済産業省、観光庁とともに、この機会を最大限活用するため、相互に連携しつつ、それぞれの強みを生かした出展を通じて、日本のソフトパワーを発揮するとして参加しており、ヨーロッパで日本文化を普及させた功績を称えて、 ジャパンエキスポに外務大臣賞を授与した。2013年には日本企業が参集するエリアが日本政府の支援も得て設置されてフランスのビジネス関係者向けイベントも開催され出展日本企業の紹介がされた。同エリアでの広報活動は日本政府によるプロモーション助成事業の助成対象であり日本政府のクールジャパン戦略に資するコンテンツの プロモーション活動費の半分を映像産業振興機構ジャパンコンテンツ海外展開事務局を通じて経済産業省が補助している。日本の地方自治体も観光誘致のためのブースを出展し、ゆるキャラなどのコンテンツを活用する試みが行われた。日本からの出展については商業ベースの日本窓口を当班が取り仕切っている。 ジャパンエキスポは毎年コミコンや SF、ファンタジー作品などを扱うイベントと共同開催されているが、2014年はジャパンエキスポの単独開催であった。2020年は2019新型コロナウイルスへの対策から中止され、2021年に延期されている。ジャパンエキスポ以前にも、フランスでは日本のアニメや漫画関係のイベントが行われていたが、 日本の文化そのものを取り扱うイベントはなかった。このことに不満を持っていた、ジャン・フランソワ・デュフール、サンドリーヌ・デュフール、トマシルデの3名によって、伝統的な部分も含め、日本のすべてを紹介するイベントとして始められた。第1回目は1999年に、パリビジネス高等学院のガレージで開催され、来場者は約3000人だった。 パリのオールビルパント展示会場2005年は来場者が予定より多く会場の許容人数を超えていたので安全を考慮し中止になった。ジャパンエキスポには日本以外からの出展や日本とはあまり関連のないブースも参加している。特に韓国からは積極的な参加が見られる。2014年には台湾国でアニメグッズの小売り店を営む台湾の台湾家。 私文化社も参加している。アメリカのコカ・コーラ社は2011年に参加している。2013年からはコカ・コーラ社のフランス法人が提供するコカ・コーラゼロゲーミングを運営するフランスのメルティ社も日本のゲームをプレイできるブースを出展している。ガジェット通信によれば2012年には対局金を掲げた韓国ブースが複数出展され、 K-POP 関連商品などの販売と同時に、日本の国旗も掲げて、日本のアーティストや、初音ミク、ハローキティといった、日本のキャラクター関連商品などが販売されているとしている。また、ハヌリ・アンスティチュコレンという韓国語研究所による、韓国語講習のスケジュール紹介宣伝展示もあった。記者によると、一度日本に行ってみたい、日本なら、東京と韓国に行きたいですね。 ドライ者が韓国を日本の一部の地域と誤解している例もあったという。ジャパンエキスポの開催国フランスの漫画は公式ポスターをフランス人バンドデシネ作家のロールが担当するなどジャパンエキスポに深く関わっており、ジャパンエキスポではフランスのバンドデシネ作家によるサイン会も連日開催されている。 2008年には日本の漫画界にも多大な影響を与えたバンドでシネ作家の巨匠メビウスコトジャンジローがゲストとして参加しているほかフランスのロールプレイング協会なども出展している2004年から2009年時点までジャパンエキスポに参加したフランスの韓国漫画出版社はフランスの主催者が招聘した公式ゲストとは別に一出展者として 韓国人漫画家を招聘している。このうち2006年には、フランスの主催者に招聘された公式ゲストの日本の漫画家8人を上回る11人の韓国人漫画家が招聘され、当初ジャパンエキスポの日本代理店を務めている、ユーロジャパンコミックの日本公式サイトでは、日本からのゲスト、中国からのゲスト、韓国からのゲスト、フランスのゲストと公式、 非公式の区別なく、同列に表記されていたため、ジャパンエキスポという名前にもかかわらず、韓国からのゲスト作家が多いのではとの指摘が、相次ぎ、後に、同年8月ユーロジャパンコミックは、同サイト上に、公式ゲストは、日本のゲストのみであり、あたかも韓国のゲストも公式ゲストであると、混同されるような表記で、説明不足であったというお詫びの文を掲載している。 山田五郎は、2011年に TBS ラジオ、荒川協計でキャッチ、に出演した際に、戦術の2006年のゲストの件に対して、なぜか、韓国側からは、抗議があったと主張している。2011年には、剣道の韓国起源説を主張している韓国の、回答剣道の団体が出展すると発表されていたが、日本側の抗議により、いつの間にか取り消されたとも、 主張している。山田は韓国コンテンツ振興員がブースを出して、韓国の漫画や K-POP を国家ぐるみで大々的に宣伝していると主張し、テレビや家電の市場が韓国に持っていかれたことを挙げて、日本のカルチャーも韓国によって同様に市場を持っていかれないかと危惧した。インターネットのロケットニュースは、この山田の主張を報じた上で、確かに、 日本国内でも韓流スターたちの人気をテレビで毎日のように報じているが、それに違和感を感じている人たちも少なくない。もしかすると、このまま何もしなければ、日本の固有文化が韓国に奪われてしまう日も、そう遠くないのかもしれない。と伝えた。また J、キャストニュースによると、山田は、 同番組で会場の入り口に韓国の対局機が勝手に飾られ取り外そうとしたら揉めたことがあったと主張した。東亜日報は日、日という記事でジャパンエキスポでは韓国コンテンツ振行員が2010年から韓国漫画作家作品などを紹介していると報じて前述の山田が放送で主張した内容と韓国コンテンツ振行員の関係者の ジャパンエキスポに用意した展示館では韓国漫画関連コンテンツ情報だけ展示したとして韓流ドラマや K-POP を紹介したという山田の主張は事実無根という反論を伝えこの関係者のタイトルがジャパンエキスポになっているがこの行事は漫画アニメーションコンテンツを 主に紹介する展示会と日本側で事実を歪曲して誇張したことという主張も伝えた。中央日報によると2011年ドラマコンテンツとしてシークレットガーデンとドリームハイが紹介された。ジャパンエキスポのホームページに入ると韓流が溢れており韓国の人気ドラマ、漫画など多くの韓流コンテンツが登場したことから日本国内では 不満が強まっているとして、韓国が政府主導で文化を世界に知らせようと努力する間、日本政府は何をしているのかという批判もあることや、前述の山田の主張の J キャスト記事を引用して伝えた。アニメや漫画を対象とした、ショー、ジャパンエキスポアワードを開催している。ありがとうございます。